先ほど、自己紹介をされてきました、バックステージプロジェクトの杉本と申します。よろしくお願いします。まず、収穫の話をする前に、我々弊社として、まず一言言わせていただきたいんですが、今シーズン、監督はじめコーチ陣、それから選手たちでアウェーにも駆けつけてくれたまずサポーターの皆さんに、感謝をしてそれもリスペクトしているということをまずお伝えしたいです。どうもありがとうございました。ここから集客の面をお話しさせていただくんですが、まず集客といってもただ単に短期的なイベントや企画を打てばいいというわけではありません。それはただ単に一時的なトップラインの向上や短期的なプランでしかありません。ですから我々は来期に向けてどのようなチームかと皆さんに植え付ける必要があるんです。まず取り掛からなきゃいけないのがチームのブランディングです。それから中長期的なプランでブランディングを植え付け、このチームがどういうチームなのかを、皆さんに分かっていただく必要があります。例えばバルセロナ、バルセロナはティキタカという独自の戦術を使い、ボールをポゼッションして崩していくというサッカーをします。レアルマドリード、とてもクールなクラブでスター軍団という分かりやすい印象があるんです。でもガイナルト鳥ってどういうチームか全く分かりません。なぜ認知率が高いのに人気がないんでしょうか。いろんな人と出会いましたが、たくさんの人たちがガイナルトを知ってて、ガイナルトの存在を知ってて応援していると言ってるんですが、スタジアムに足を運ぶ人も少ないんです。実際数字で見ていただいても分かるんですが、 JFL 時代から始まって昨年2015年シーズンまで一時は集客も上がり売り上げも上がりましたが、結局落ちてしまって、今シーズンもそんなに集客が多いわけでもありません。皆さん僕に言います。こっちに来てからたくさんの人と出会いましたが、どうせ無理なんじゃないと、バックステージが入ったからって何も変わらないでしょうと皆さん同じこと言ってきます。でも僕は不可能を証明されたのかと思ってます。ですから我々が来た意味としては、確実にチームを変えること、それから未来を提示することを来季は力を入れていきたいと思ってます。記者さん、これ何か分かりますか。これ実は電話なんです。グラハム・ベルという男が電話を最初に作りました。では何で作ったか考えました。多分僕はこう思います。彼のお母さんが彼のことをずっと心配してて遠くに離れている、でも声を聞きたい、そんな時に僕は元気だよと知らせたいから彼は電話を作ったんだと思います。電球です。電球も同じです。トーマス・エジソンという人間が電球を作りました。これも夜暗い中、大切な人の顔を見ながらご飯を食べたい、大切な人ともっと昼間と同じような感じで見たい、そんな思い入れの気持ちからこのような発明が生まれたと思います。暗いってとても怖いんです。何も見えなくて、今のガイナレと同じです。どう進んだらいいかもわからないし、何を考えてどういうふうに進んだらいいかも何もわかりません。でもガイナレ鳥取というクラブが皆さんの光になれば、ガイナレ鳥取を応援しながら自分たちの生活も頑張っていく、夢に向かって進んでいくという大きな目標に向かっていけると思うんです。そのためにまず必要なのが CM です。ガイナーレがどういうクラブでどういう方針で進んでいるのか、これをまず鳥取県民の皆さんに知らせる必要があります。そのためにまず CM に力を入れて来季を取り組んでいこうと思っています。そしてエンターテインメントです。これは我々が入ってきた意味としてはここが一番大きいかもしれません。エンターテインメントを取り入れることが一番大切だと思います。ではエンターテインメントは何なんでしょうか。僕はかっこいいアーティストを呼んだり、かっこいいステージを作ることだけがエンターテインメントじゃないと思ってます。思いやりの気持ちが一番エンターテインメントだと思います。
ハーバード大学の教授がこんなことを言ってました。人々は4分の1インチのドリルが欲しいのではない、人々が欲しいのは4分の1インチの穴である。これをガイナーレに置き換えると、ガイナーレ鳥取という試合を見に来ることが皆さんの目的ではありません。見に来た後の感情が欲しいから見に来るんです。だから我々が一番考えなきゃいけないのは、単に集客したりどんな政策や企画を打つことじゃなくて、来た人にどんな感情を抱かせたいかが大事なんです。ディズニーランド、ディズニーランドに行きたい、そういう若者たくさんいると思います。でもディズニーに行くとか目的ではありません。ディズニーに行ってパレードを見ること、ディズニーに行ってアトラクションに乗ることが目的ではないんです。乗った後の気持ちやノスタルジックな気持ちを味わいたいからここに行くんです。ユニバーサルスタジオ、これも同じです。ユニバーサルスタジオは以前は映画でのコンテンツを配信する、テーマパークでした。でも子供の集客が少ない、そこを見て消費者に対して何を求めてられているのか、それを考え出し、今はアニメーションを取り入れたり、ワンピースや妖怪ウォッチなどさまざまなコンテンツを取り入れた集客を進めています。そのおかげで年間来場者数、はどんどん増えています。そして私はトリギンスタジアムに来る人数のマーケティングを行いました。まずマーケットサイズを鳥取県民の約58万人に設定しました。次に認知率、これは鳥取県民の認知率です。 80% の約46万人。それから配下率、これは鳥取のスタジアムに来ようと思えば来られる人数です。これは 34% の鳥取市の人口約20万人。それから購入率、これは自分たちで設定できるんですが、だいたい僕は 6% から 10% と見て計算しました。その結果約1万5776人の人を集客できるという数字的な結果が出ました。そして我々が行うのは10代後半から20代をターゲットとした企画や政策です。じゃあ具体的に何をやるのか、まず最初に掲げたのが鳥取大学のインターンです。これは先ほど塚野さんもおっしゃってた若い世代が盛り上げていかなきゃいけない、これは鳥取県自体にも言えると思います。年々外に出ていってしまう若い世代を鳥取県内に留めるためにも、10代の若い世代や20代の方が何か企画や政策を考えて、彼らでどのような政策をすれば人が集まるのか、そういったところを考えさせて一緒に進めていく事業です。それからカフェ&スイーツという事業があります。これはスタジアムの横にヨーロッパのカフェストリートをイメージしたカフェ&スイーツというエリアを設定して、でそこに鳥取の素材を使ったスイーツ、それからコーヒーで、これを展開しながら、20代の女性、それからカップルが楽しめるような場所を提供して、ここに来ることがかっこいい、ここに来ることがステータスなんだと、そういうふうに思わせるようなエリアを作りたいと思っています。それからガイナーレガールズです。これは以前にもガイナーレガールズというものをやってたんですが、それとはちょっと違って、これから具体的に進めていくんですが、基本的にはスタジアムの花となる存在を作り、スタジアムを巡回してもらったり、イメージですよね、ガイナーレガールズというイメージを強めて進めていく授業です。それからスタジアム演出、これはいつも我々が行っている、フェスティバルだったりコンサートのような形で BGM をまず変えて、それからビジョンを使った演出など、お客さんに楽しんでもらえるようなエンターテインメントを取り入れようと思っています。それから最後に各種イベントです。これは今現在の集客、来ていただいている客層である30代から40代の方をターゲットにしたイベントや企画、それから今の子どもたちが楽しめるようなイベントも行っていきたいと考えています。
でまず何一番僕が伝えたかったのは、何か僕が来たことによってビッグアーティスト呼んでくれるんじゃないかとか、コンサートやってくれるんじゃないか、そういった期待があると思いますが、まず一番最初に考えなきゃいけないのは、自分たちが誇りを持って仕事できることです。そうやって外部にばっかり頼って何かやってくれるんじゃないかと、いつまでも期待して指を加えてたら何も変わりません。ですからまず自分たちで考えなきゃいけないです。自分たちで考えてどうすればお客さんが集まるか、それを長期的なプランで考えていかなきゃいけないんです。来期は本当に大変なシーズンになると思いますが、必ず集客を増やしますし、若い世代を盛り上げていきたいと考えています。微力ながら頑張らせていただくんですが、皆さんのご協力もいただきたいと考えています。よろしくお願いします。